はやまじ。あれ、もう10時なのにまだ先生来てないぞ。ちょっと呼んでみよう。ケイト先生。先生様、今日は寒いですね。そうですね。クリスマスでーす。今日はカウンセリングの時間です。オードリーさん、なんか悩みありませんか？悩みね。じゃあまず一つ目はね、テストのスコアをどういう風に上げればいいかなんだけど、先生はどう思いますか？え？テストの答えを見るだけです。え、先生はそうやるよ。カンニングは良くないですよ。他にいい方法はありませんか？ん、私は分かりません。そんな適当なことをします。二つ目は、私の友達が好きな人がいるんですけど、どういうふうに告白したらいいですか？手紙で書いたらいいです。どんなこと書けばいいんですか？大好き、ラブ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 、うーん、でハートを書く。いきなりそんなの書いていいんですか？うん、いいの、この学校ではね。3つ目の質問です。はい、悩みですけど、給食が早く食べられないんですけど、どうやったら早く食べることができますか？お口をパッカパーン。パッカパーン。ありがとうございます。わかりました。じゃあ4つ目の悩みです。お小遣いが少ないから何も買えません。どうやったらお小遣いをもらえますか？誰かのお金を取る。それはダメでしょ。それはダメでしょ、先生。私は取ってないよ。まだ入った。もう入った。じゃあ5つ目の悩みです。これは実際は嘘だけど、ちょっと先生に教えてもらいたいから、先生がどう思うか、はい、宿題が多すぎるんですけど、どうすればいいですか？え？早くパッパッとやればいいやん。え？そうですね。うん、いや、私パッパッとやってるし。私ほどパッパッとやってる。私昨日あんたより早く終わりましたよ。私も終わりました。しっくちゃいが早く。じゃあ次、最後の悩みです。何？諦めたくなった時、どういう風にすればいいですか？ん？ああ、もう嫌だなって思ったらどうすればいい？え？それね、簡単だよ。私がね、応援してるけん。先生、とてもいいアドバイスをどうもありがとうございます。今日のアドバイスありがとうございました。今日はこれで終わりです。まだチャイム鳴りませんね。始めるときティントンカンコンなってないよ。君が遅刻したからでしょ。やっちゃうよ。あなた遅刻したわよ。私ここで待ってたわよ。でも先生、さよなら。お待ちやすい。さよなら。Thanks for watching. Bye.